2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に寄港、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦隊に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中。これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、
こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40 ミリメートル、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297 メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月19日、イギリス海軍が研究開発を進めている高出力長距離指向性レーザー兵器、ドラゴンファイアーの実験において、飛行中のドローンを撃墜することに成功したことを発表したよ。その発表によると、発射実験はイギリススコットランドの大西洋側のヘブリディーズ諸島にあるイギリス国防省の演習場で行われたとされていて、画像には地上から赤いレーザーと見られる閃光がおよそ45度の角度で上空に伸びていて、その先端で何らかの爆発が起きている様子が撮影されていたぜ。
今回はそんなイギリスのレーザー兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドラゴンファイアはイギリスのレオナルド・ユーケイによって開発が行われていて、同社はレーザーターゲティングシステム、レーザー目標指示装置などの高エネルギーの軍用レーザーの国際市場の約 60% を占めており、同社が開発を進めているドラゴンファイアは目標をピンポイントに捉える精度が高いとされ、照射されるレーザーの出力は最大で 50kW というよ。イギリス国防省では2022年11月8日にイギリス南部のポートダウンにある同省の国防科学技術研究所において、10月28日にイギリスで初めて高出力長距離レーザー指向エネルギー兵器 LDEW の発射実験を実施したことを明らかにし、その実験において 2.1 マイル約 3.38km 以内の距離から航空機やミサイルの迎撃を想定した様々な金属材料で構成されたドローンなどの空中にあるターゲットに対し、ドラゴンファイアによって高出力レーザービームを照射したんだ。その結果ドローンは炎上し、様々な素材で構成された装甲を融解させることに成功して、ドラゴンファイアが航空機やミサイル、砲弾などの迎撃に有効であることを証明したとして、さらに注目すべきこととして、これまではレーザーの威力が減衰するとされていた。雨天においても大幅な減衰は確認されず、迎撃に成功したとしているね。この実験成功の結果を受けて、国防科学技術研究所テクニカルパートナーのベン・マディソン氏は、今回の実験は、レーザー兵器の性能を表すものであり、その結果はイギリスが指向性レーザーエネルギー兵器システムに関連する技術において世界をリードする能力を持っていることを示したとした上で、レーザー兵器はイギリス軍が受ける様々な脅威から兵士を守るための新しい戦力になる可能性がありと述べたぜ。イギリス国防省はこのレーザー兵器の開発において、これまでに約10年間に及ぶ年月と約1億ポンド約190億円の予算を注ぎ込んできたが、今回の成功をもとに実用化に成功すれば、レーザー照射1回についてのコストが約10ポンド約1900円というローコストであるとして、これまでの火薬を使用する銃弾や砲弾などと比べてはるかにコストダウンにつながるとの期待が広がっているな。イギリス海軍ではドラゴンファイアの開発がこのまま順調に進捗すれば、現在1番艦のグラスゴーが偽装工事中の23型フリゲートや次に計画している31型フリゲートに搭載を予定しており、また陸軍においても装輪装甲車ウルフハウンドに対ドローン用兵器として搭載される予定であるとされているよ。その一方でアメリカにおいても高出力長距離指向性レーザー兵器は依然戦術高エネルギーレーザーとして、イスラエルとの共同開発が1996年から進められたことがあったが、2005年に装置が大型すぎることに対して小型化ができず、コストがかかる割に実戦での効果が期待できないことを理由に開発が中止されていたぜ。しかし、アメリカのレイセオン社では開発が続けられていて、2010年7月19日にイギリスのファーンボローで開催された国際航空ショーにおいて、軍艦上に設置された同社のレーザー兵器が、目標を追尾するレーダーシステムと連動して誘導されながら、約 3.2 キロ先を時速480キロで飛行する標的としてのドローン4機を出力32キロワットの高エネルギーレーザーによって、破壊されるというデモンストレーションが実施され、これらのドローンは数秒で焼き払われたらしい。このレイセオン社のレーザー兵器はレーザー設備6機からなり、強力な高エネルギーレーザービームを合成させることで、威力を高めているとされ、アメリカ海軍の艦艇に搭載されている艦艇用近接防御火器システム CIWS ファランクスと連携しつつ、ファランクスのレーダーシステムを利用して照準を定め、ドローン以外にも小型艦船への攻撃に、迫撃砲弾やロケット弾などへの迎撃にも使用可能としているよ。2018年には、小型のオフロードビークルにレイセオン社の小型レーザーが搭載され、そのままドローンを撃墜できるとされるレーザー兵器システムが公開されていて、このシステムでは高エネルギーレーザー HEL と赤外線センサーや、マルチスペクトルターゲティングシステムなどが一つのパッケージとして提供されているみたい。
ックアップトラック上で回転可能なレーザー砲は360度全方向を狙える上、フル充電で20から30回のレーザー攻撃が可能であるとされているほか、発電機を接続すれば回数制限なく連続発射することが可能であるというんだ。また2022年の秋にレイセオンはアメリカ空軍用のレーザー兵器の実験を、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場において実施したぜ。これは、アメリカ空軍初となるパレット式高出力レーザー兵器の連続発射実験で4日間にわたり実施され、この間現地では砂嵐が吹き荒れ、気温が摂氏約40度にまで上昇する過酷な気象状況の中で昼夜を通して行われたが、この実験において長距離、短距離問わずに攻撃を仕掛けてきた目標ドローンをすべて捕捉し、照準を合わせて追尾しつつ撃墜するという一連の実写実験に成功したらしい。そして、レイセオンでは2023年6月12日、パレット式レーザー兵器の第4弾 H4 と呼ばれるシステムをアメリカ空軍に納入したとして発表しているな。この H4 レーザー兵器は、高出力レーザーモジュールビームディレクターにもなる長距離電子光学赤外線 EOIR、センサー熱線制御システム内部電源ターゲティングソフトウェアなどが全て一つにまとめられていて、ピックアップトラックの荷台に収まるほどコンパクトであることが特徴とされ、その操作はノートパソコンと、ゲーム用コントローラーで行うことができ、すでに展開されている各種の防空式統制システムに簡単に組み込むことができるため、多層防衛の一部として即座に活用することが可能であるとレイセオンは主張しているみたい。このレーザー兵器は、どのよう場所においても簡単に移動して据え付けが可能とされる、スタンドアローン型と呼ばれているタイプであり、なおかつ出力 10kW級とされ消費電力が少なく済むとのことで、このレベルの出力のスタンドアローン型レーザー兵器はアメリカ空軍にとっては初めての導入であり、アメリカ軍の防空システムにおいては今後より一層レーザー兵器の導入が本格化すると見られているね。また、イギリス海軍がドラゴンファイアの開発を進めているのと同様に、アメリカ海軍においても、ANSE-93 レーザー兵器システムと呼ばれる指向性エネルギー兵器の開発を進めているぜ。ANSE-93 は別名で XN-1 ロウエスとも呼ばれていて、海軍艦艇をイランなどが使用している小型のボートのほか、飛行ドローンに水上ドローンなどからの攻撃を防御するために開発が進められていて、高出力ではターゲットの破壊が可能で、低出力であればターゲットのセンサー温度を上昇させたり破損させたりして行動不能にすることができ、射撃時間は数秒で済むらしい。XN-1 ロウエスは2014年にペルシア湾に展開するアメリカ海軍のトレントン級ドック型輸送揚陸艦、ポンスに搭載され、実写実験に成功したことが伝えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月22日、海上自衛隊は現在偽装工事が進められ、この3月に収益が予定されている最上型護衛艦6番艦の阿賀野のロゴマークが決定されて発表されたよ。阿賀野のロゴマークは2022年6月1日から30日の期間に一般公募され、その候補の中から阿賀野偽装員による選考をもとに偽装委員長が最終決定したもので、全体がブルー系統の配色でまとめられていて、阿賀野艦名の由来である阿賀野川の流れとそれが流れ込む日本海の白波を表現したものとされているぜ。今回はそんな阿賀野のロゴマークが決定された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、考案者の南原さんはこのロゴマークのデザインに際して考えたコンセプトについては、体の小さいにもかかわらず、果敢に獲物に立ち向かう習性のある超限棒を織り込んだとして、護衛艦阿賀野が勇猛果敢な護衛艦であるよう願いを込めていると説明したんだ。超限棒とは長はじめ棒とも表されるハヤブサ科の鳥類で、ネズミや小型の鳥類に昆虫ミミズカエルなどを捕食するぜ。空中でヘリコプターの様に一点に止まるホバリングを行いながら獲物を探し、発見すると体を斜めにしながら急降下して地上で獲物を捕らえることから、
艦隊がコンパクトに作られていながら多目的な活躍が期待されているアガノとのイメージが重なるとされているってわけだ。アガノを含む最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦として、新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したね。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及びキライマインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種となっているんだ。この FFM は、2013年12月に公表された、2014年年度平成26年度から2018年度平成30年度までの自衛隊の国防計画である、中期防衛力整備計画26中期防によって建造計画の構想が進み、一番艦の建造が平成30年度予算において承認されたため、30FFM とも呼ばれているよ。この FFM が誕生した理由には、これまでは中国沿岸のみの活動であった中国海軍が、近年は東シナ海や南シナ海だけでなく太平洋方面にまで海洋進出を企てていることが挙げられていて、海上自衛隊の護衛艦隊による警戒監視活動や情報収集活動の任務が増大していることに加え、旧式となった護衛艦の退役を補う必要があることから、多様な任務への対応能力が向上されて艦隊のコンパクト化と消費と化を両立させた新型艦艇が必要となったためで、海上自衛隊では護衛艦隊に所属しない形で行動可能な護衛隊をこれまでの5個から6個に増強するためとされているみたい。今のところ 30FFM は12隻の建造が計画されていて、3月にアガノが就役すれば6隻目となり、現在7番艦によどと8番艦有別の建造が進められているな。実はこの最上型護衛艦は当初22隻の建造が計画されていたのであるが、最上型の建造が12隻のみで止まることになったため、その代わりとして新型 FFM を12隻建造することになったぜ。最上型と新型 FFM の大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS 日本ではの数が、最上型では16セルとされ後日搭載装備とされているのに、対して新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって VLS 発射装置は倍増の32機が搭載されることとなり、もはやフリゲートの範疇を大きく超えているんだ。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載によって7万馬力を発揮し、最大速力は30ノットが可能なんだって。一方で新型 FFM は、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機 VLS32 セル1機シーラム1機の他に、324メートル3連装単魚雷発射艦2機に、人7式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH60 系ヘリコプター1機が艦載されるなど、VLS の数が2倍となっている他は最上型と同じ兵装だな。陸海空のみ自衛隊における部隊や護衛艦のロゴマークは、ワッペンやステッカーから、マグカップ T シャツキーホルダータオルなどにプリントされて一般に販売されており、様々なネット通販では人気ランキングなども発表されているね。それらの中で人気が高いのは空母化改装が進められていて話題になることが多い出雲型護衛艦の出雲や加賀がダントツで、次いで8隻のイージス艦や双竜型及び大芸型通常動力潜水艦、そして最新鋭フリゲート艦の最上型の各艦に人気が集まっているとされているんだ。
護衛艦出雲のロゴマークは、出雲神話で大和たけるの御事が大和のオロチを退治した時に、大蛇の体内から発見されたと伝えられる天の村雲の剣、別名を、草薙の剣と、大和のオロチがデザインされているよ。これは圧倒的な力を抑え込むさらなる強力な存在というイメージを表現しているとされ、隠し要素として陰形に書かれている赤い大和のオロチは日の丸のイメージも盛り込んであるというな。また護衛艦加賀は艦名の由来となった加賀藩石川県の名産品である金箔と、染め物で有名な加賀友禅の文様をイメージとして日本的な華やかなデザインとなっているぜ。黒地の背景に四季の花々梅桜ボタン気境コスモスと海鳥が飛び立つヘリコプターのイメージで書かれていて、四季花々の花言葉は忠実、優れた教育、思いやり、誠実、調和とされ、これらが自衛官の心構えとして表現されているらしい。海上自衛隊では護衛艦や潜水艦のロゴマークを公募することが通例となっていて、護衛艦の偽装工事中にロゴマークの公募が発表されて、その応募作品を収益後に乗組員となる偽装員が選考して、艦長となる偽装委員長が決定するパターンが多いんだ。また、ロゴマークは円形のものが多い中で、四角形や輪郭のないものなど様々あり、最上方護衛艦3番艦の能代のロゴマークは、最上護衛艦では乗組員に対してクルー制が導入される予定となっていて、能代のロゴマークはチームの意味が込められたエンブレム型となっているよ。ちなみにこのクルー制とは、平成31年度2019年度の30大綱に基づいて、最上方護衛艦において導入が予定されている制度で、防衛省によると3隻の最上方護衛艦に対して4組の上組クルーを配備し、3組が常時乗艦してその間残りの1組を休養や地上訓練に充てることで、艦船の検査修理期間以外に港に停泊している期間を短縮して、全艦艇の運用効率を向上させることを目的としているぜ。乗組員の統率が困難となる可能性があることや、三艦各艦の偽装上の細かい差異などがある場合では、艦艇の全力を発揮することが可能な状態を維持できるかどうかについて疑問視されている一方で、常に艦艇を稼働状態に置くことが可能となるため、稼働席数を確保するという観点からは有効であろうと評価されているな。これは同じクラスのこれまでの護衛艦がと比べて、最上方護衛艦の乗員数が大きく精進化されていることから発案されたものであるが、アメリカ海軍においても長期勤務となる戦略ミサイル原子力潜水艦などではこのクルー制が採用されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。